撮影日2022年11月23日一秒でも長く四十からの姿を見ていただくために、今日は11月23日勤労感謝の日で道路工事はお休み。静かな朝です。朝の最低気温はマイナス4度。寒さに負けず四十からさんが飛んできました。スズメさんもケージ型バードフィーダーに飛びつくのも慣れてきました。せっかく慣れたのに悪いけど、皿の中身はひまわりの種だけです。鳥が飛んできて自ら鳥かごに入るなんて面白い画像だと思いませんか。かごの鳥って普通は自由を奪われてかごの中に入れられたかわいそうな境遇のことですが、新しい時代のかごの鳥は出入り自由なんです。ハシボソガラスが姿を現しました。カラスたちも徐々に餌が少なくなってきているのでしょう。夏は畑の収穫期の作物、秋には収穫後の地面に落ちた作物が餌になり、港では漁師さんたちなどから魚のおこぼれをもらっていたのでしょう。今日のところはスズメ牧場やバードフィーダーに被害はありませんでした。これこれ、スズメさん、それは君たちのためじゃないんだよ。このチャンネルをご覧になっている皆様に、一秒でも長く四十からさんの姿を見てもらうために設置した泊まり木なんだからね。私は吊り下げ型バードフィーダーを設置するときにこのやり方を使ったりします。バードフィーダーだけだと野鳥が飛んできてダイレクトにバードフィーダーに止まり、餌を加えて飛んでいってしまいますが、バードフィーダーの近くに泊まり木を設置してあげると、泊まり木に泊まってから餌のところまで移動することが多く、ちょんちょんと飛び跳ねる可愛らしい姿が見れたりします。野鳥にとってその場所が安全だと分かってくれれば、泊まり木に泊まって餌を食べる姿も見れます。ただし、スズメのように他の野鳥を排除しようとする鳥がいる場合は落ち着いて餌を食べたりはしません。バードフィーダーを設置する時の参考になれば幸いです。このスズメはバードフィーダーの餌よりも雨よけカバーが気になっているようです。もしかして将来ペアが見つかった時のために新居として使えないか考えているのでしょうか。実際に換気カバーの防虫網の壊れた部分からスズメが出入りしているところを何度も見たことがあります。一度は枯れ草を加えて飛んできて換気カバーに入っていくのを目撃しました。スズメさん、悪いがそこは入居者は募集してないのでごめんね。最後に驚かせてごめんね。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。本日のナレーションは、ボイスボックス、青山流星でした。では、また次の動画でお会いしましょう。